シワか。やっぱすげえな。ナイス。おいお前ら、キロのあれやったれ。まずは殴り合いを制せ。さっこーい。おらい。牛島さん。捕らえた。おらさん、バカだし。ワンタッチ。くそ、牛若止まんねえ。どまーい、次一本。いいぞ、今のでいい。壁はいるぞと主張し続けろ。そうすれば道は開ける。牛島の全ての攻撃を止める、あるいは拾うなんて無理な話だ。リベロのところへ打たせるように仕向けろ。優が拾えないなんて手に負えないじゃん。チャンスボール。よっしゃ。牛若ばっか警戒しすぎた。うちの弟はね、がっかりするほど冷静なんです。牛若の打球は何だも狂気ってことだな。よし、すいません。さっき僕はひるんだのか。バイクモーションからのセットアップ、さすがは及川の後輩ですね。牛島さん、牛島さん、焦ることはねえぞ。5セットマッチの1セット目を取られただけだ。忘れんな。はい。いい。まずは対牛島の構図を作らなくちゃ話にならない。よこせ。出た、ゲスモンスター。今日の俺、120点。さすがにタイムアウト取ったな。若年君、俺の方が目立ってごめんね。うん、問題ない。あの5番、なんでこうも続けざまにブロックを。ゲスブロックだ。ゲスっつうのは推測って意味で、あくまで個人技頼みなブロックだ。考えすぎて惑わされんなよ。はい。っ、前前ギリギリチャンスボール。さっきの間違えたはスルーの方向かな。理屈が通じない相手って感じだな。攻撃を防ぐためにブロックは進化し、一目時間差。
パンチ。レオ前。ナイスレシーブ。だけ何を先生。はい。3枚ブロックの時のタイミング僕に任せてもらえませんか。牛島ほんと止まんねえな。抜けた先には確かよ。さあここからだ。なんだかモビングっぽいですね。お？モビング、つなぐためのブロックを起点に全て有機的につながったバレエ。これなら牛若とも戦える。テンション下げるとこじゃねえぞ。おい、私心臓に悪い。影山ナイス、カラスのファイター通じないのはこっちも同じみたいだな。若年ブロックたまる。ナイスレシーブライト。ただでは通さない。点取るためだろ。うしょ、俺に集めろ。せーの。すさまじいですね。強烈。ナイスだ、ナイスだ。チャンスボール。道を開けろ。それがお前がバレエにハマる瞬間だ。100点の1点だな。勝負はここからです。カバー。白鳥座は崩れる気配全くありませんね。あんな攻撃には目がくらむ。それでも思ってしまった。強い連中が集まるところへ強いバレエをやりに行く。唯一ヤツと対等なのは俺なんです。高さで勝負できないのに技術も稚拙でどうするんだ。おい、もたもたすんな。ストームナイスだ。アウト。ナイスレシーブ。
相変わらずいいメンツ揃えてんな、鷲城先生。止めます。されど一歩だ。ブロック低い方。すいません、短い。ガラスのブレイク。おいおいおい、でもまぐれじゃねえなら試合が変わるぞ。もう一回。しかねえんだ。スワッ！ワンチ！チャンスボール！ワンタッチ！ガラスのブレイク！キーナさん、ナイスワンチ！やっと奪った半歩のリードを死守してくれ。任せろ。はい。行くぞ。すまん、長い。しゃー、ガラスのブレイク。粘っていれば牛若にだってスタミナの限界は必ず来る。牛若さん、拾った。牛若だ。強打に備え、後ろに下がれば当然前が開く。どいつもこいつも妖怪見て。あと1点取られたら終わり。やった、追いついた。マジかよ。それより影山よ、もう1セットやれるぞ。ファイナルセット、スターティングは菅原で行こうと思う。体は温まってんのに手が冷たい。いよいよファイナルセット。すみません、牛若だ。そこで止まるな。取り返せ。以上。はい。もう一本だ。読まれてる。
この終盤であのメガネの離脱は痛すぎるな。でも手は抜かないよ。もちろんだ。ここで根性を見せずにいつ見せんだよ。シンクロ攻撃オール。行け。ほんのちょっとでも遅れたと感じたらすかさずソフトブロックに切り替えだ。気をつけろよ。向こう二桁乗ったか。一気に決めるぞ。おう、エータ君、もう一本。数での翻弄、確かに有力な攻撃と認めざるを得ねえな。せーの。うるせえ、こっちの方が強い。常に上を向くスポーツだ。血が止まりました。まさかお前に試合出たいアピールされる日が来るとは。ダイさん、ここ踏んまんぞ。守るんじゃねえ、攻めろ。思いっきり行け朝日。どっちが勝ってもムカつくから、どっちも負けろ。うんこ野郎だな。ドイツも足が限界だろうな。牛島の得点は40点近い。なんてやつなんだ、牛島若俊。行くぞ。レオンさん。超バレーバカだよ。ドン、さあ、来た。いけたか。行くぞ。
を突破だ。最後に笑うブロックだ。入ってる。迷う余地なし。牛島さん、3枚ブロックでストレートを締めに来やがった。強さとは実に多彩。行くぞ、ハルコ。